改めましてこんにちは、トイハッピーです。先に音声の方はね、流すと思うんですけども、今回はこちらの劇場版仮面ライダーエグゼイドのサントラ付属のガシャットです。組み立て式でもなんか箱でかいんですよね。この箱の中に例のごとくビニール袋に入ってパーツが複数入ってるのかなっていう予想ですけども、どうでしょうか。 CD は通常のアルバムサイズなんですけど、箱がねやっぱりでかい。こちらがサントラ、曲目がこちらです。この映画もね、ドクターパックマンがまさか本編とつながりがあるとはね、やっぱりこの時は思いもしなかったです。立つかな、ん立たない、はい。ってなわけでね、こちらのギリギリチャンバラプロトタイプのガシャットです。パッケージの絵柄はこのようなデザインですね。で、オープン。さあ中は、お、あれ？ほぼ完成。これシール貼るだけ？組み立て式って書いてあるんだけど、まあ確かに今までのはね組み立て式が多かったんですけど、こちらはただシール貼るだけみたいで、アルマといったところかな。真っ黒のガシャット。てなわけでこの時点でボタンの音声だけちょっと鳴らしましょうか。音が鳴ってちょっと分かりづらいんですけど光ります。でデザインはデラックス版と変わりないように思いますね。シールは貼ってません。で貼ってみたのがこちらです。右側がデラックス版のギリギリチャンバラ、まあ、色がついてるか白黒かそのような差のシールです。はい、音声はね今聞いた後なんですけれども、レベル2、3は共通の音声で、デラックス版と若干違う。ギリギリバリバリでね、若干セリフも違うのと、チャンバラ部分のイントネーションが異なりました。まあ、そんなわけでね、はい、そんなわけでね、簡単ではありますけれども、プロトギリギリチャンバラガシャットでした。まあ、ローソンで映画のチケット買われた方は、まあ、来月ですね、4月交換が来ますので、忘れずにね交換してほしいかなと思ってます。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。